校区隅から隅まで。この番組では三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます。今日の校区隅から隅までは狭間小学校です。まずは狭間小学校の校歌からお聞きください。校区隅から隅までは狭間小学校です。続いて狭間小学校きらり狭間委員会の皆さんの登場です。狭間小学校きらり狭間委員会の皆さん、こんにちは。ハロー、ハワイユー。英語で挨拶が返ってきましたね。皆さん英語勉強されてらっしゃるんですね。せっかくですから英語でちょっとお名前を聞いていきたいと思います。自己紹介お願いします。Hello, my name is Ryuto Okumura. I like lunchtime. はい、ありがとうございます。続いては My name is Karen Okamoto. I like home economics and dance. はい、ありがとうございます。Hello, my name is Lisa Iketani. I like swim. はい。Hello, my name is Nao Kawahara. I like play baseball.Hello, my name is Sumika Yuzuri. I like dog. はい、じゃあ続いてお願いします。Hello, my name is Rikukiko Ase. I like play dodgeball. はい。My name is Mana Kobayashi. I like dance. Hello, my name is Mizuki Matsusaki. I like apple. Hello, Kakeru Okumura.I like pee. Hello, my name is Haruto Isha. I like play soccer. はい、ありがとうございます。さあ、狭間小学校の皆さんは英語のお勉強をされているということで、まずは自己紹介を英語でねしていただきました。さあ、その英語の勉強を実際どんなことをしているのか奥村くん教えてください。はい、ALT やサポーターの先生にいろいろな英語の話し方を習っています。ゲームをしたりしてとても盛り上がっています。今は国の名前を覚えてカルタゲームをしたりしています。今楽しみなのは修学旅行で外国人にインタビューをしたりするのが楽しみです。はい、どんなことを聞こうと思ってるんですか。はい、Where are you from? What do you like in Japan? と聞きます。はい、それはどんな意味ですか。違う、国どこから来たのですかと、日本の好きなものは何ですかです。はい、ありがとうございます。さあ、続いて岡本さん、英語で英語の聴解をしていると聞いてるんですけど、どんなことをしているか教えてください。
1年生から6年生まで集まって英語のゲームをしたり歌を歌ったりします。1学期の英語聴解はヒアユーアーゲームをしました。ボールを持っている人が後ろの人にヒアユーアーと言ってボールを渡して、もらった人はセンキューと言って受け取るゲームです。1年生もしっかりと言っていました。とっても楽しかったです。はい、ありがとうございます。さあ、続いて池谷さん、英語の歌も歌っていると聞いているんですけれども、その歌も今日聞かせてくれると聞いています。どんな歌を歌っているんですか？はい、私たちはポニョやホーキポーキやハローソングなどをたくさん歌いました。最近歌った歌で6年生はポニョを歌うのが好きでした。今日は5、6年生でノリノリで歌う ABC ソングを歌いたいと思います。狭間小学校の皆さんが歌う ABC ソングをお聞きいただきました。続いて6年生の修学旅行、5年生の自然学校についてお話を伺っています。取材にお伺いした日がちょうど修学旅行の前日ということで、ドキドキワクワクした中でお話を伺ってきました。さあ、6年生は9月17日から修学旅行に行くと聞いていますが、川原くん、どこに行くのか教えてください。僕たちは広島の平和公園と宮島と弥勒の里へも行きます。とても楽しみです。はい、ありがとうございます。さあ、1泊2日の修学旅行、1日目どんなことをするのか、ゆずりさん教えてください。はい、1日目は広島焼きを食べに行きます。そしてその後平和公園や厳島神社に行って世界遺産を見に行きます。みんなでお土産を買いに行くのがとても楽しみです。はい、ありがとうございます。小瀬くん、2日目はではどんなことをするのか教えてください。2日目は弥勒の里という遊園地に行って、ジャイアントハンマーやヒマラヤコースターなどで遊んできます。すごく楽しみです。はい、楽しみですね。では修学旅行で楽しみにしていることや目標を教えてください。小林さん、お願いします。はい、たくさん勉強したことを思い出してその風景を見に行くことが楽しみです。そして二度と戦争が起こらないように私たちが誓ってきます。そして一番楽しみなのがみんなでお土産を買ったり遊園地に行くことです。今まで以上にみんなで仲良く勉強したり遊んだり元気よく行きたいです。はい、ありがとうございます。さあ、5年生は今度は9月26日から自然学校と聞いています。松崎くん、どこに行くのか教えてください。はい、僕たち5年生は丹波少年自然の家に泊まって、26日に丸山川に行きます。この放送の27日は藍染めをする予定です。はい、ありがとうございます。では奥村くん、自然学校でどんなことをするのか教えてください。はい、自然学校ではカレー作り、カヌー、カッター、川遊びなど他にもたくさんプログラムがあるそうです。とっても楽しみです。僕の一番楽しみなのはカヌーです。はい、ありがとうございます。では、一社くん、自然学校の目標を最後に教えてください。はい、みんなで考えた僕たち5年生の目標は、つながれ、自然、友達、自分です。僕の目標は5日間友達と過ごすので、喧嘩をしないように友達の話をよく聞こうと思います。はい、ありがとうございます。狭間小学校きらり狭間委員会の皆さん、ありがとうございました。 Goodbye, see you。 今日の校区隅から隅までは狭間小学校でした。きらり狭間委員会の皆さんに英語の授業のお話、修学旅行、自然学校について伺いました。校区隅から隅まで、この番組は毎月第2、第4土曜日の10時45分頃から放送しています。再放送は
翌日曜日の夜7時からと、月曜日のお昼12時から行っています。次回は10月11日土曜日、三田小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。